クレヨンしんちゃんがチンコ。逆襲のロボ父ちゃんは2014年4月19日に公開されたクレヨンしんちゃん劇場映画シリーズ第22作目。キャッチコピーはロボ、でも父ちゃん。親父力、全開。しんちゃん映画史上、最も熱い親父の戦い。全国のお父さん、そして家族が涙する。第18回文化庁。 メディア芸術祭アニメーション部門優秀賞、テレビ朝日開局55周年作品。シリーズとしては初めて、野原慎之介の父、ヒロシをメインとしたストーリー。謎の組織によって、ロボットに改造されたヒロシを軸に、野原一家の活躍を描く。ヒロシが、ロボットになるというアイディアは監督の高橋渡が、考えたものである。今作はロボットを題材にしているということで、 パシフィックリムやターミネーターなどロボットに関する看板や小道具が多く出てきている。監督は前作の橋本昭和から交代し、テレビシリーズに制作進行時代から長らく参加してきた高橋渉が本作では映画シリーズの監督を初めて担当する。脚本は薄い儀人の担当編集の経験を持ち、 電源突破グレンラガンや仮面ライダーホーゼなどを手掛けた上、2007年から2010年までクレヨンしんちゃんの映画シリーズのチーフプロデューサーも務めていた中島和樹が担当する。音楽は宮崎真人が担当するが、クレヨンしんちゃんの映画シリーズへの参加は嵐を呼ぶ。夕日のかすかベボーイズ以来10年ぶりである。演出面では、 テレビシリーズに2003年まで参加していた池畑隆が劇場作品としては初登板した。シリーズとしては11年ぶりの参加となり、本作では絵コンテと演出を担当している。また、湯浅正明が2年連続で参加しており、作画のみならず絵コンテとしても参加している。湯浅が絵コンテを担当するのはヘンダーランドの大冒険以来17年ぶりである。 作画面ではキャラクターデザインに番組当初から作画監督として参加し劇場版でも多くの原画を担当してきた大塚雅美が初登板したため去年まで原勝則と共同でキャラクターデザインを担当していた末吉雄一郎の絵柄とは多少異なる。カンタムロボデザインは1993年に放送された劇中作超伝導カンタムロボで キャラクターデザインを担当した高倉義彦が担当している。なお、第1作目から色指定、色彩設計を担当していた野中幸子は本作をもって降板し、自作から今泉博美に交代している。2014年2月19日には、ゲスト声優として竹井咲とコロッケの参加が決定した。竹井は本作でアニメ声優初挑戦、コロッケは、 同劇場版シリーズ史上初となる2年連続のゲスト出演となった。また、ゲスト声優扱いではないが、俳優の大和田信也が黒幕、鉄拳自動小役で出演しているほか、テレビ朝日系列の各3局のアナウンサーが本人役で参加する。 アコギデス役の立木文彦は今作品の予告ナレーションも担当している。2014年3月5日には主題歌にキャリー・パミュ・パミューが起用されることが発表された。放送当時に t v シリーズのオープニングテーマを受け持っていた一般アーティストが劇場版主題歌を担当するのは2012年公開の嵐を呼ぶ。オラと宇宙のプリンセス以来2年ぶりとなる。楽曲は 家族の絆がテーマという映画の世界観に合わせサウンドプロデューサーの中田康隆が書き下ろしたというどこかセンチメンタルで温かみのあるポップスに仕上がっている。また同年4月16日に発売の9枚目シングルファミリーパーティーではクレヨンしんちゃん風にデザインされたキャリーパミュパミュ,パミュのイラストが描かれている。公開に先駆け 漫画タウン2013年10月号から2014年12月号まで本作を元にしたコミック版が連載された。ただし映画版と比較して異なる点がいくつか存在する。テレビシリーズの2014年1月31日と2月7日放送分では本作の劇中に起こったという設定のショートストーリーが放送された。公開前日の4月18日に お台場シネマメディアージュで映画の公開を記念としたオールナイト上映映画クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ時大人だらけの映画大会2014を開催2014年映画とファンからの投票で決められた嵐を呼ぶ猛烈大人帝国の逆襲と嵐を呼ぶあっぱれ戦国大合戦の日本を上映広にスポットが当てられた本作に合わせ書籍では 野原博士の名言、クレヨンしんちゃんに学ぶ幸せの作り方、DVD では、クレヨンしんちゃんキットベストを凝縮。野原博士が発売された。本作以降は、劇場版の公開に合わせその劇場版のテーマに、ちなんだエピソードを集めた、DVD、クレヨンしんちゃんキットベストシリーズが発売されるようになり、本作では上述の凝縮。野原博士と共に、 クレヨンしんちゃんキットベストの惜しく、風間トールも発売された。今回は、カンタムロボが、伝説を呼ぶブリブリ3分ポッキリ大進撃以来9年ぶりに、登場した作品であり、カンタムロボジュニア、とカンタムロボのパイロット、山田ジョンも、声優とキャラクターデザインが一新され、久しぶりの登場となった。それを記念として、スーパーロボット超合金のカンタムロボがバンダイから、 発売された。2014年6月14日には、上海国際映画祭に本作が出品され、鉱山電営院で行われた、舞台挨拶には監督の高橋渡が登壇した。なおこの映画祭には同年公開の、ドラえもんしん、のびたの大魔境ペコと5人の探検隊も出品している。2015年7月18日には、 双葉社ジュニア文庫より本作品のノベライズ版が発売された。双葉商事の女性社員、草加由美が劇場版に初登場。本作は、テレビシリーズ放送開始から、園長先生を演じてきた、ナヤ六郎が2014年11月17日に死去したため、ナヤが映画シリーズに出演する作品としては、最後となった。自作、オラの引っ越し物語サボー展襲撃は、 過去作品からのライブラリー出演となり、次々作爆睡。夢ビーワールド大突撃からは2015年10月より引き継いだ、森田純平が担当している。全国329スクリーンで公開され、2014年4月19、20日の2日間の動員29万4599人、公衆3億3。 893万200円を上げ、観客動員ランキングで初登場第3位となった。これは、工業収入13.0億円という高成績を上げた、馬鹿馬。B 級グルメサバイバルの工業対比150.4%にも及ぶ。公開3週目には、工業収入10億円を突破した。さらに、公開30日目には、 工業収入15億5404万5700円を記録し、嵐を呼ぶ猛烈。大人帝国の逆襲の15億円、嵐を呼ぶ歌うけつだけ爆弾。の15.5億円を超え歴代3位にランクインした。さらに公開73日間での累計で、観客動員数151万2418人、工業収入17億9074万円を記録し、 最終工業収入は18億3000万円だった。しかし、翌年のオラの引っ越し物語サボテン大襲撃に抜かれ、2020年現在は歴代6位となっている。この回の工業成績は、ロボットもの人気の根強さと裾野の広さが裏付けられるものとなった。また、ピアの調査による初日満足度ランキングでは、満足度92.3を獲得し、 第2位となっている。また、第18回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門で優秀賞を受賞。文化庁メディア芸術祭での受賞は嵐を呼ぶあっぱれ。戦国大合戦以来12年ぶりとなる。審査委員である森本孝二は蔵書理由として脚本を担当している中島和樹の構成が実に素晴らしく。 エンターテインメントの大切な要素が生かされていると感じるとしているこのように本作はクレヨン・しんちゃんの映画としてはヘンダーランドの大冒険嵐を呼ぶ猛烈大人帝国の逆襲等に続く2010年代を代表するクレヨン・しんちゃんの映画として現在も高く評価されている自作オラの引っ越し物語サボテン大襲撃の公開を記念する形で 2015年4月10日に、ドラえもんとの合体3時間 SP、ドラえもんクレヨンしんちゃん春だ。映画だ。3時間アニメ祭り第2弾、第2部内で、本編ノーカットで、地上波初放送。地上波の放送としては、久しぶりにオープニング部分も放送され、エンディングもダイジェストとして放送された。2019年4月21日では、第27作目。 新婚旅行ハリケーン失われたヒロシの公開を記念する形で午前10時よりテレビ用に編集されたものを放送された。また、オープニング部分、エンディング、冒頭の一部はカットして放送された。ぎっくり腰で腰を痛めたヒロシは、突如現れた謎の美女に連れられ、マッサージも兼ねてエステの無料体験を受けることに。エステを終えて家に着いたヒロシだったが、そこで 自分の体がロボットになっていることに気づき驚く。ロボットになった自分を前に警戒心むき出しのミサイルに対しを喜びの新之助。そんな中ヒロは自分の体がロボットになった原因があのエステサロンであったことに気づく。それは邪剣に扱われる日本の弱い父親たちの復権を企てる父揺れ同盟の恐るべき陰謀だった。家族は俺が守る。 崩壊寸前のカスカベを前に、ロボットになったヒロシイコールロボトーちゃんが、新之助と共に立ち上がる。家庭での立場が弱くなってしまった、日本の父親たちの復権をもくろむ組織、ドデカかティの地下工場を基地に備える。手始めに、ヒロシを捕らえロボットを生み出し、ミサエたちに受け入れてもらうべく、墜落事故をわざと起こして危険な目に合わせるなど手段を選ばない。 デモ活動の際は胸部を左右に突き出すような動きをする。シンボルマークは怒りマーク。頑固ロボロシによって先導された父親たちは、公園や女性専用車両の乗っ取り、レディースデーを親事例に解消、晩酌のビールや小遣い値上げの要求などで活動を繰り広げる。リーダーのロボロシが新之助の不意打ちで、機能停止した後は、鉄拳時の先導のもと、 視聴者を選挙した。名前は、父を、勇気で立ち上がれの略。いずれもアバンタイトルのみの出演。2014年11月7日にバンダイビジュアルから、BD と DVD でリリース。オーディオコメンタリーには監督の高橋渡る、脚本の中島和樹、絵ンで、演出の池畑隆ライターの大仙熊尾が参加している。本作品のテレビ CM には広志を演じる声優。 藤原刑事が顔出しで出演する。ありがとうございます。